天皇陛下万歳、台湾万歳、日本国万歳と記念いたします。多謝多謝一つどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大家好，我是东京都江户川区的市议员，我叫岛村。那我本人还担任日本会地方议员恳谈会的会长。那这个恳谈会的团员们呢，每年几乎都会有一次要到台湾跟台湾的地方议员们做一些交流。那我个人也曾经跟李登辉前任总统已经接触过好几次，见过好几次的面。那我跟李前总统有一个共同的一致的想法，就是台湾跟日本仍然还是大家同心的同样的。那事实上明年呢也将会有这样子的访台的活动，那到时候会有很多的事情，也许要经过透过这个双方的交流活动来进行协商，那还请各位多多关照，谢谢。もともと台湾は中華民国ではない、だからもし仲良くするならば本当の台湾人と仲良くしてください、お願いします。本当の台湾人でも分かってない方が多いんでですね、それが問題だと思います。刚刚这个宗根对不起曾根主席所讲的是要强调我们并不等于中华民国，绝对不等于台湾，他希望这些日本的官员们能够理解这一点，他们口里的中华民国并不等于我们这台湾民政府，台湾民政府是本土的台湾人，如果要做友好协商交流的话，一定要跟驾杠的台湾人一起共同合作。台湾那里要请我的台姐三议员来跟您讲几句话。本人叫胡丽叶，我是曾经跟战时时候台湾的一些英勇的战士们一起共同参加战争，然后侥幸在座的各位昨天一下机场那抵达日本，今天马上就来参拜。曾经以日本人的身份代表台湾，以日本人的身份然后参加第二次世界大战，尤其是南方的这些战争的英勇的战士们要来祭拜他们的英灵。那我同样的是以当初曾经跟这些英勇的战士们共同作战的一员，今天虽然说得以侥幸存活，但是我仅代表所有的这些战士们衷心的感谢，并且欢迎各位的到来。在这个靖国神社里头，这些曾经参加过二次世界大战的英勇的战士们，他们的英灵在日本被尊以这个神灵神位这样子的方式祭祀在这个靖国神社里头。我相信这些人在天之灵，他们一样同样的会感到非常的欣慰与高兴各位的前来。本当我らの前に示していただきました。在那个非常惨烈的战争的情况之下，当初的台湾的同胞们，尤其是这个高沙的特勇
义勇军们，他们真的是在我们这群日本人的站在第一线上，拿起了刀枪，然后不怕这个炮火的攻击，勇敢的作战，这些事情全都看在我们这群日本人的眼里。很多从这个内地来参加战争的台湾的同胞们，也许还经过了种种的历史上的这些该怎么讲，就当初他们也许还经过了种种的一些变化，有人还可以生还，但是我们这些参加这个东南亚地区战争的这些兵士们，事实上在那个时候根本就是已经完全既没有接到任何的本土本国过来的支援，然后在这个食物弹炮弹都已经该怎么讲，都已经要一空的情况之下，我们真的是拼死了所有的性命，牺牲了自己所有的一切，在那个地方真的是奋战。戦後私は正因为如此，所以战争结束以后，我刻意的成了日本的一员，然后很刻意的借着这个政治的力量，以一个身为国会议员的力量，希望能够回馈一点点对于台湾同胞当初为了祖国日本所贡献的所有的包括他们的性命、他们的精神所有的一切。所以除了刚刚我说的一个国会议员在日本的政治上发挥一点点个人的力量以外，我甚至更是希望能够透过该怎么讲，自己的政治生涯能够多多少少回馈我今年已经96岁，刚刚也讲了，当初跟我并肩作战的所有的台湾的同胞们如今已经没有人存在了，可是呢，我仍然衷心的希望能够透过我个人一个人的力量，然后去维系甚至于去发展推展台湾跟日本祖国的共同的这份大家好，我是释宗庙，我看到这个场面呢，非常的感动。我本来不说话的，但是呢，我想到我的爷爷他受过日本的教育，他是个正统的日本的这个就光复了以后，我爷爷呢他就失去了这个工作，他呢很含恨的这个就是没有这个继续的为他的天皇工作，这是他一生中，所以在靖国神社呢我有那个偶一奖也是在这里面，所以我用最这个虔诚最恭敬的心呢为我们39100个英灵这个将士带一点点的糖果来供。所以我爷爷说他是日本的小孩，我们的家庭都是日本的小孩，而且呢他说他的生命他的血
虽然我是高山族，但是我的生命、我的血、我所受的教义，就是天皇日本国。他说：“你不要忘记，总有一天，如果能够回到祖国的这个怀里呢，你听到我的话，一定要去。”所以呢，我很感谢我们台湾民政府这么大的这个智慧呢，我们林志升还有蔡明王还有说面上还是很感谢能带领我们哈这个超越这个非常大的智慧，我才知道说我们被这个流亡政府蒙蔽了60几年我当时我嚎啕大哭我想说我是个出家人不能哭，但是我今天要在这里掉眼泪，我很感谢，我终于我的身份了，我很年轻，我是日本国的子孙，这就是我爷爷说的。私は日本国民であります。地は生まれは高砂族ですけれども、地は、台湾ですけれども、実際は私の地も、血液ですよね。私の地も、私の名字も、私のこの命を全部、日本天皇陛下からいただいたものですよ。ですから将来もし日本に行くことがありましたら、ぜひともそういうことを心の中に肝に銘じて、行ってみてくださいと、かつて、おじいさんからそういう言葉を言われました。ですから今日、本当にこういう機会があってですね、台湾。早速今から参拝に参りますのでどうぞ皆さん。最初台湾の方に下に参ります。で次が日本人の方、そういう日本人の方は後でお願いいたします。そうですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。先生、先生、先生。前の3年前の結果が出たら海にもう飛び込んで
死にます。皆さんは若いんですから、これからの台湾のために、アジアのために、そしてアメリカのために、インドのために努力してください。それをのみに願っております。どうぞ。明年的台湾选举，如果还是三年前那样的结果的话，台湾的命运就非常的可悲了。我已经年满98岁了，如果说还是一样的结果的话，我自己会投身跳海自杀。所以请在座的各位，无论如何不能让选举的结果再重复三年前的情况。谢谢各位。我们再请一位，他是日本英明广传会的会长，中条先生。英霊に応える会の会長の中条先生に一言の挨拶をお願いいたしたいと思います。台湾の皆様、よくお越しいただきました。在座的各位，欢迎你们来到日本。私は今の96歳から言いますと84歳でまだ若いんですが、この前の戦争にも職業軍人として参加しました。跟刚刚的这门协先生的96岁相比，我现在84岁，还算是很年轻有为的。当初我也曾经参加过那场战争。台湾の皆様も加わって246万6000の英霊がここに祀られています。刚刚我们所参拜的这个靖国神社里头，事实上就祭祀了台湾的英灵同胞。私の前の会長のちょっと堀江先生に立って、この人も96歳ね。このお方さんは本当の実践に参加して、この参加なんです。刚刚的这位胡立业桑，他是刚也跟各位介绍过的，他是实地有参加过大东亚战争的一位。私はこの年になりましたが、我々の職業軍人の世界では少尉に任官して初めて一人前ですから、私はまだ士官学校の生徒でしたから半人前です。我呢本人当初在这个战时的时候呢，是这个士官学校的学生，是所谓的职业军人。但是当初呢是有讲的，这个职业军人呢一定要实际要上战场的，那才算是真正的一位军人。可是我因为没有那样的机会，所以我只是算半个半吊子。だから私は生き返ってその先輩たちから死んだつもりで新生日本のために尽くせと言われます。所以呢，当时的我曾经，这些由战场回来的我的前辈们，告诫我，你必须要保持着自己是真的已经战死了这样子的心情，你那个必死的决心来，报答，然后重建战后的日本。お家も靖国神社と番地と一緒のぐらいに近くに住んで、40数年間毎朝午前6時に嵐の日もいてつく朝もずっと台湾の皆さんの英霊の方々も含めてお参りを続けてまいりました。所以呢，我就把家买在这个靖国神社的旁边，然后这么40几年来，每天风雨不断的早上6点钟，我一定会亲自前来，包括在座的各位台湾同胞的英灵们，我会向他们参拜默祷。ですから、本当に台湾の皆さん、この日本もこのアジアの民族の幸せのために命がけで戦をしてきて不幸を負けましたけど、ね、みんな幸せのために挑んできたんですね。ですから、このもし日本の立ち上がりがなかったとしたら、ここだけでなかったとしたら、白色人種たちの植民地の世界征服は
完成していたと思います。そこは簡単で言う。そういいや、そうじゃ。あのね、さあ、この台湾の英霊等も含めて英霊に応える形に今の日本民族はなってないことを恥ずかしく思います。我个人，所以我个人呢，事实上是这么样子的认为，枉费当初那么多的祖先，那么多的英勇的战士呢，为了这个国家，为了整个民族而牺牲了自己的生命。可是战后的日本完全没有办法去负起这个责任，所以我个人是认为这是非常惭愧的事情。今日の台湾の皆さんたちに誓います、誓います。日本民族もここで目が覚めてね、そして246万の英霊に応えるような日本づくりすることが、すなわち台湾の方々のためにもなると、また私は信じています。頑張ります。所以我今天在这儿跟各位发下重誓，包括我个人在内，只有我们努力的奋斗，然后为台湾争取这份主权。才是可以报答当初在战场上为了祖国而牺牲性命的所有的，包括台湾的这些同胞英灵们。谢谢。最后にもう一人の方。台湾の原住民を代表いたしまして一言挨拶させていただきます。非常感謝、我今天来到家裡非常感動。我看到那是真正我看到我老爸。今日は僕としてはとても感無量です。特に門脇先生をにお会いしたら本当の自分のお父さんみたいな気持ちで胸いっぱいです。ちょっと日本語ちょっと、あ、ちょっとおばあちゃんは日本人、小さい時、子供小さい時にねんねよねんねよ、かわいの孫はねんねよ、それ感動した。僕のお腹に皆さん本当感謝してしまう。日本人たちその前の頑張って今日の台湾民政府も勝利したから、また今日は本当に感謝してしまう。感動した。あ、所以我亲自供养非常的感动。今日我看到伊，我就讲你就改善我们部落的这个老人面有影，我今仔日会提伊的相片看，无得哭死老爸。这就是讲台湾人甲日本人的关系是足亲足亲的。本日、個人の思い出もありますが、私として門脇先生みたいなお方にも。お顔をご覧、拝見してですね、まるで自分の部族のちょうど自分の父親であるように、思えて、そこからですね、まさしく台湾と日本は本当に一緒だ、同じ、民族であって同じ、地位をつながっているものであるということは私は、まさに、実感いたしました。在这的日本人，我爱讲一句话，你唔当怀疑，你甲阮是同一个生命。ですから本当に、心からの感謝とともに、ぜひ、日本の皆さんには、一言、述べさせていただきたいのは、日本と台湾はとにかく同じであるっていうことを、ぜひぜひ。自覚していただきたいと思っております。今年我阿嬤回去，我老爸也回去，我会大声跟伊讲，我今天来到日本，有影我非常的感动。私のおばあちゃん、父親、みんな今もういなくなりましたが、
今日この地を踏むことによって私は本当に自分の祖国に戻ったような気も、もちろんありますし、自分の先祖におばあちゃん父親に本当にそれに合わせる、顔ができたと自分では思っておりますので、本当に皆さんに感謝で胸いっぱいです。最後皆さんたちお願いして、また頑張って頑張ってね。ですからぜひとも、これからの台湾の、民政府の成立のことについてぜひぜひ、皆さん日本の、方々のお力を借りてですね、お願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。欢迎大家社会保护主义会，这边把社会保护为自己主干。ちょっと一言付け加えさせていただきます。冷清空气里 University of Texas 就是德州大学有关基因的研究，专世界的基因，专世界各国人民的基因起来研究的结果是说，人类的对单位开始 发展还是人口增加，一个人编号170，经过印度尼西亚到菲律宾到台湾，然后直接就来到日本，到日本的南部，这是第一期，所以先到台湾再到日本，再往北下去，这是第一期。第二期差不多是完5万年前，拢是5万年前先。第二期是编号132号，原来是沿海路一直到日本，然后到琉球分三期，一期对韩国，一期对日本的北海道，一期到北海道这边才分三期，一期对这个白令海峡到北美洲，一期对往北行变作咱的爱斯基摩人，另外一期去这个赤道的北边，就是这个俄罗斯海北边，遮是变作啥通古斯族。2007年に、アメリカのテキサス大学の DNA の研究所の研究結果によると、かつて約50万年前に東アフリカから、人間が、人口が増えて、その中の数人が、海を渡って、フィリピンとか、まず台湾に来て、でそしてその後は海を渡って日本の南の方に、到着したと。でその後はもう片方の、数人の人たちが今度海を渡って、日本にやってきて、北海道に行ったり、韓国、そして、今の台湾沖縄と台湾に、行きました。台湾、琉球、日本、韓国、然後咱看台湾的这个170到132，伫台湾混合，咱台湾人有强光的，咱台湾人有强光的，中国人无强光，然后日本嘛有强光的，因为同款这两支170到132，来日本嘛有混合，所以台湾甲日本的血缘是比台湾甲中国血缘较接近。そこで研究結果によりますと、DNA の、番号で172番と132番の、この2つの、DNA を持っている、人間が結合して、そこで今台湾で生まれた人たちの中には天然パーマの方がいるんですよね。その天然パーマっていうのは日本にも天然パーマがいるんです。ですからそれが日本人と台湾人が実はルーツが一緒だっていうことは、それは科学的にも証明されたことであります。中国70万年前行海行陸路去到中国70万年前才到中国。中国だとすると、約1年前に陸から
今の中国大陸に渡ったんで、さっきも言ったように例えば天然パーマなどそういう DNA を持っている人が一人もいません。所以日本人跟台湾人都是航海民族，中国不要航海。ですから日本人も台湾人もみんな航海民族、要するに海の民である。で中国人は陸から上がっていたんで、海はよく知りません。所以日本跟台湾跟日本是一体，就是拢同款的民族。ですから何回も強調して申し訳ありませんが、日本と台湾は一緒です。因为时间的关系吼，简单要介绍一项代志，然后要干杯吼。无时间的关系咧，一言だけ紹介したいということで。いや、軍論人、あかんや。みんなお腹空いてますよね。今日本会議の方で、左を出たところ、そこで皇室カレンダーを販売してます。23日の、天朝節三が、皆さんこれから行くんですけども、明後日行くんですけども、ご皇室のカレンダーで、それぞれの方々の写真が特集されています。ぜひお買い上げください。150部、皆さんの分だけ持ってきたんです。日本人の方も買われて結構ですから、はい。他特別準備了150份、明年新的一年的有这个皇室皇族的照片的这个新的一年的月历，会摆在这个走廊的地方，那欢迎各位购买。最後一言だけ付け加えていきたいと思います。まず今日いわゆる高砂族原住民が、これは1923年昭和天皇が台湾訪問の時に付けた名前であります。で原住民たちは日本を思う心はいつでも自分が日本人と思っている方が多いということ。そして今日は11名の方が来られまして、それぞれの民族衣装をしておりますが、約4族、台湾は今14族あります。本には9族ですけど、彼ら聞いたら19族、全部文化が違う、言葉が違う、何でも違う、通じません。北京語しか通じませんと日本語。まあ以上です。付け加えて、もう時間参りましたので、あと皆さん帰るときに日本の方、こういう本、今日の全ての資料が書いておりますから、どうぞ持って帰っていただければ幸いです。では乾杯の音頭、湯沢先生に。湯沢先生は皆さんご存知のように靖国神社の元の宮司です。どうかよろしくお願いいたします。乾杯と、建国新社想以前也想多爱的官网。どうぞ昆布持って请你们倒茶倒酒杯里面，我们准备干杯。茶大概杯压起来。それではご指名をいただきましたから、乾杯の音頭を取らせていただきますが、今日は台湾から大勢おいでいただきまして、また日本の方も参加していただきまして、これは今台湾民政府の、主催の慰霊祭が滞りなく厳粛に行われまして、さぞかし台湾の恩におられた県内の方もご協力になったと拝察いたします。それではよろしいですか。今天真的很高兴，从台湾民政府的这么一百多位
员这个同胞们，然后还有日本的这些国会的议员们一起参加。那刚刚的这个由民政府所主办的这个慰灵祭已经圆满的结束了，那么就让我们以欢悦的心情举杯共贺。日本でもお祭りが終わりますと、杯を飲みまして神様と人間の握手をするというような形で、名古屋というのをいたします。それではこれから乾杯をいたしましょう。乾杯。ありがとうございました。来请大家用餐，请大家用餐，多谢各位。はい、すみません。
ああそうそうそう。いい具合に出てるかいけど。すみません。この価値もあげます。見えればまあこれあとないじゃないこっちで。I'm sorry.